段取るいいわ。最近ね、ここにもう携帯電話置かないようにして、モニターゼロにしました。かっこいい。で、今日気がついたのがですね、ラジオが聞けるということが判明しました。ハイテクだ、この車。はい。ということで、今日は春日野団地2の、このいつものポプラに来てます。今日、黄砂やばいですね。今日、4月18日です。おはようございます。エレファントサイクルです。すごい曇ってる、これ。今日はね、ちょっとペイント大作戦。ペイント無料大作戦です。まっすぐ止まってない。まあ、いいか。枠の中入ってる。はい。ペイント無料です。対象車種が、車種が、パナソニック、バーディーから、サーリー。で、単色のみです。はい、で、期間が2024年の4月20日から、5月20日までです。これはね、まあ何を意味するかというと、モトクロスインターナショナルさんの、まあ締め日と関わってくるんですけど、まあ通常、だいたい4万円ぐらいのペイント代を僕が負担するということです。あとは、もし門脇さんとかでペイントする場合は、サーリーだいたい8万円するんだけど、まあ門脇さんの場合は、4万円僕が負担します。で、通常のペイントはもうウェイトペイントウレタンだから、まあパウダーとか粉体よりはまあ耐久性が悪いんですけど、まあ普通に塗るんであれば、普通のペイントで出します。納期がだいたい2ヶ月ぐらいですと。はい。ということです。僕のやっぱおすすめはね、この際、門脇さん、僕が半分ね、負担するので、どうせだったら、門脇さんやってほしいなと思います。なぜかって、仕上げが綺麗だし、ホイールとかそういうところのマスキング部分もちゃんとしてるし、もう処理がね、すごく綺麗なんですよ。あと、耐久性もいいし、まあ、この機会に、ぜひやってみてください。で、今回のこのやる、まあ、目的の、まあ、狙いですけど、まあ、バーディーね、やっぱ、ブロンプトンよりもよく走ると思ってるし、僕は。だから、小径車でもよりスポーツ走行したい方に、まあ、ちょっとでも背中を押せるために、まあ、やってるわけで、バーディーの場合はね、大体ペイントでシングルカラーやると大体3万5000円ぐらいかかるんですけど、それはまあ僕が負担すると。はい、あとはまあ、この色だったら買うのにとか、あの色だったらどうしようかなっていう人のまあ背中を押すというか、まあ、言い訳が効かないようにするために、実際じゃあ本当にペイントのシーンもあるのかなとか、まあ、そういうまあ僕のまあ挑戦状というか、まあ、来年の指標を取るために、今回この企画をお風呂の中で思いつきました。はい、ということで、もしなんか興味ある人は、ご連絡お待ちしてます。はい。めっちゃ綺麗ですよ、これ。今ね、外に、自転車ね、もう置く場所がなくて、今ね、車の上置いてる。もう雨ざらししてもどれだけ耐久性があるかと今実験をします。これネジつけてねえわ。こうそういうとこでしょうかね。いやー、ほんと今回のね、僕が一番恐れてるのは注文が殺到したらどうしようかなって。まあ実際問題、まあ僕の本当の、まあ、目標はまあ 10本ぐらい、まあ、オーダー入ればいいなと思うんですけど、まあ、実際、まあ、1人か2人かなと。でも、この、ね、1ヶ月期間、もしかしたらまた秋にもやるかもしれませんけど、まあね、せっかくいい時だし、まあ、2ヶ月だから、でも完成するのがあれか、7月ぐらいのクソ暑い時になりますけど、まあ、せっかくだったらね、その、どうしようかなって迷ってる人は、この機会にぜひ、当店で自転車を買ってください。はい、それではご連絡お待ちしてます。はい、しっかりやろう。ちょっと、まあ、気分転換ね。かコーヒーでも買うか。コーヒーでも。
あれ車の鍵あったです。いや、かっこいいよな。もうちょい車高下げたいけど、前をね、もうちょい下げたいんですよね。ちょっとね、ハイビーム気味になるからね。前を、あと2センチ行きたいな。いや、ちょっと何にもちょっとできてないです。あの、E ファーストレーシングのね、ジャージー作っちゃったから、あれでちょっと10万円、10万円なくなっちゃう。いや、違う。学生のために僕はね、僕のサックシードのカスタムをね、10万円我慢して、学生たちにね、ジャージ作ったんで、ちょっとね、10万円なくなっちゃったんで、ちょっとね、いろいろカスタムしたいと、ちょっと我慢します。ちょっと我慢するけど、でもスパルコのね、あれが6万円かかるって言われたので、修理するのに。どうしよう。まあでもスパルコやっちゃうか。もらったものレーシングみたいなね。タイヤ、ああ危ない、切れてなかった。あとは水温計つけたいな。ちょっと下見てみましょう。下もね、まあいいや。ということで、ペイントのご連絡お待ちしてまーす。